皆さんこんにちは。今回はね、コストコで買ってきたスモーケットソーセージ、まあスモークソーセージですね。これをね、食べてみたいと思います。すごいね、ずっと食べてみたくて気になっていました。無添加のソーセージですね。グルテンフリーで無添加で、原材料は豚肉、牛脂、砂糖、食塩、オニオンパウダー、胡椒に豚の腸ということになっています。保存料、化学調味料は不使用。発色剤、着色料も不使用。保水剤、結着剤も不使用でグルテンフリー、 100% 多く同使用ということでね、まあ、すごくね、体にいいソーセージです。で、価格なんですけど、400g で798円かな、グラム200円ぐらいなんで決して安くはないですが、まあかなりね気になっていた商品です。で、これスモーク済みなんで、このまま生で食べることもできるんですが、まあ、フライパンでね軽く温めると美味しいということなので焼いていこうと思います。じっくりね弱火で焼こうかなと思ってます。ちなみに油を引かずにフライパンに入れて、中心部分が温まるまで焼くといいみたいですね。いや、美味しそうだな。ではしばらく焼きます。弱火でじんわり火を入れていきたいと思います。ソーセージがね、そろそろ焼けたので見てみましょう。ほい、うーわ、美味しそう。もうね、中まであったかいですね。すごいいい匂いする。あの、スモークソーセージなんで、ちょっとだけね、スモークの香りがしますね。じゃあね、いやー、これはもう美味しくないわけがないですよね。絶対美味しい。じゃあちょっといただいてみたいと思います。ほっ、中はねこんな感じになってます。まあ、肉汁がこうじゅわっと溢れるみたいな感じではないですね。香りはね、スモークのすごくいい香りがしますね。じゃあいただきます。うん、皮は結構固めでパリッとしてます。なんか天然の皮、まあ腸な、豚の腸っていう感じで、すごくしっかりしていて、中もね油はそれほど入ってないです。割とさっぱりしてる。まあもちろん牛脂とかが入ってたと思うんで、油がないわけではないんですが、あのジュワっていうよりはこう、なんて言うんだろう、まあ、もさっというのも変ですけど、適度な脂肪と適度なこう肉の硬さがあって、で味はね濃いめの塩味で、ご飯のおかずにもなると思います。ビールのつまみなんかにもすごいいいですね。で、香りがね、スモークの香りがして、胡椒かな、香辛料も効いてて、もうすごい美味しいです。すごい美味しい、まあ、めちゃくちゃおすすめなんで、もしコストコでね見かけてソーセージが好きなんであれば食べてみてください。化学調味料なんかが使われてないので、まあちょっとね、ソーセージは体に悪いからっていう人もすごいいいと思います。無添加ですからね、発がん性なんかもないと思いますし、安全に食べることができます。美味しいのでおすすめです。